5回5回5回もっと濃く書いてください。1、1。ピッチャー3球です。1点リードね、1点リード。当てないでよ。ファーストファーストファースト。惜しいな。あるよ、センターゴロだってあるよ。だって守りだってプロだからさ。軟式って結構多いじゃないですか、うん、でもほら走るのはさ、走るのはやっぱりさ、プロでもアマチュアでも走るのは同じじゃん、ほとんど。そうなんです、うん、まあ速さに多少の差はあるけれど、うん、アマチュアだって速い人だったらさ、別にホームから一塁に行くだけなんだからさ、やることは同じじゃん、うん、だけどプロの守備だったらすごいんだよ。センターゴロだったら、センターに打ったってセンターすぐもうだから、センターゴロ、センターゴロってあるよ。何式チェラの試合ってよくあるじゃないですか。ライトゴロはよくある。ライトゴロよくあるよ、プロ野球だって。今だって際どかったもん、うん、今取ってるやつなんだ、アウトだって。そんなに足の遅そうな人じゃない。そうそうそう、だからプロでもない。プロでもだいたいさ、早いっつったってさ、オリンピック選手みたいな早いわけじゃないんだからさ。インフィールド、インフィールドね。
プロだったら結構もうなんか知らねえ間にカメラがさ、うん、ボールに映してたのが一番いるじゃないですか。はい、そんなことない、でもそれも別にアマチュアの足速い人と同じじゃん。あれでしょ、うん、うちで言えばツッキーなんか結構速いやつだよ、うん、じゃあ月の日さんライトゴールになる可能性は低いってこと？あんまりないよね、あんまりないと思う、はい、うんうん、まずないね。どっか打ってその瞬間に転ぶとかさ、そういうのがあれば別だけどそう、そのアクシデントがあれば別だけど、大体アウトにならないから。でも守備は毎日毎日プロの人練習してんだから、もういかにライトなんかライトゴールいかに一郎なんかいつも狙ってるか、センターってもうセンターゴールって狙ってるよ。さすがにレフトで狙う人あんまいないだろうけど、そうすればセンターゴールなんかさ、ヒーローもあるじゃん、センターの。プロはだからそういうさ、ヒーローになるのしかないだからさ、まあ、そういうに自分の技を磨くわけ。簡単に性能が高くなるライトゴロになる。これはだから相手のランナーによるよね。ランナーがツッキーばっかりだったらアウトにならないだろうし、でもいくらツッキーでもこのプロの人がうまきゃさ、それはアウトになる可能性は十分あるよね。確率の問題だからI'm gonna go to the hospital.
分析して。まあでも、まあでもすぐ満面だけどさ。まあでもほら、3枚出てあと1枚いますのは結構きついでしょ。だからじゃあリーチかけてもらうなら。何ついてるところに投げないとダメだよ。同点になっちゃった。2点？嘘、1点でしょ？